スウェットウォレットで Learn to Earn が始まりました。学んでクイズに答えると4スウェットもらえます。ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回はスウェットエコノミーにいよいよ Learn to Earn が始まったということで、こちらツイッターでね、昨日の夜に投稿されていたようです。はい、Learn and Earnがスウェットウォレットに登場と、 Web3 の知識を増やして暗号を獲得し、この新機能でどのようなトピックやプロジェクトを見つけたいですか、コメントでお知らせくださいと、はい、いうことですね。でですね、アプリの方ね、開いていただいて、多分ね、下にメニューがあって、一番右側に Learn っていうね、このメニューが出ていると思います。でこれがないよという方はアプリを最新に更新してください。 Android も iPhone もね、アプリ更新しないとこれ出ませんので、多分出てないっていう方はアプリをまずね、更新していただいて、で更新するとこれ出てきますので、こちらから、はい、この画面からね、はい、Learn to Earnということで、で今回ね、追加されたのは4つのね、なんですかね、学びのコンテンツで、1つ消化することに1スウェットもらえますので、これね、ぜひやっていただきたいと思います。はい、でここにインフォメーションのマークがあるので、こちらをねまず開いてみてください。はい、そうしますとこんな感じで、はい、英語表記で出てくるんですけど、下に日本語訳載せてます。私たちはあなたが Web3 の知識を習得し、それに対して報酬を得るお手伝いをしますと、はい、いうことで、ステップ1クラス、ステップ2クイズ、ステップ3クエストということなんですけれども、多分ですね、今回、ステップ1が多分クラスっていうのは学ぶっていうことですかね。で、ステップ2でクイズに答えて、で、ステップ3クエストっていうのは、まあ、ここでね、学んだことを実際にウォレットでやってみましょうということだと思います。はい。で、内容としては、まあ、ね、スウェットウォレットってどういうものなのとか、あとはステーキングですね。ステーキングどういうものなのっていうことを説明して、で最後のクエストっていうのは、まあ、ステーキングのそのね、実際にやってみましょうっていうことなので、多分ね、皆さんもステーキングやられてると思うので、クエストはそんなにね、気にしなくていいかなと。要はだから、ステップ1で学んで、ステップ2でクイズに答えると、でここまで終了するとね、1スウェット、各コンテンツごとに1スウェットもらえますので、ぜひねやってみてください。はいはい、そしてこちらですね、こちらがね、コンテンツの入り口になりますので、この Earn というところをね、押していただくと、こんな感じで、はい、ね、コンテンツのページが開くんですけれども、残念ながら、スウェットウォレットね、日本語対応されていませんので、ちょっとね、英語が読めない方、まあ私もそんなに読めないんですけども、ちょっと大変かなということで、これからですね、私が日本語訳したものを、表示して、で機械音声でね読み上げていきますので、はい、それを見ながらね学んでいただけたらと思います。で4つコンテンツありますので、4つねまず学んでいただいて、で最後にですねクイズが始まりますので、でクイズできればねご自身で答えていただければと思うんですけども、まあ問題が英語であるっていうのとね、クイズやっぱりちょっとまあちゃんと読めばねわかるんですけども、やっぱ英語なのがちょっとめんどくさいかなと思いますので、一応ですね、この動画の後半の方でクイズの答えも全部ね、共有しますので、ただご自身でね、やっぱりクイズは答えたいよという方は、ね、動画最後まで見ないで、ね、コンテンツを見た後で、コンテンツの日本語翻訳を見た後で、ご自身でトライしてみてください。何回間違えても、ね、やり直し聞くので、で、何回間違えても、最後全部正解すれば、1スウェットもらえますので、ね、そこはなんか、はい、何回間違えても大丈夫なので、ぜひね、自分でトライしてみて、まあ、どうしてもちょっとね、時間がないよとか、わからなかったよという方はね、最後に正解を共有しますので、そちらを参照してみてください。私たち、どうしてここに？デジタル所有権。私たち、どうしてここに？デジタル所有権。Web3 はデジタル所有権です。実生活では自分で全てのものを所有できます。現金、アート、社、書類などを所有できます。私たちはこれを自己管理と呼んでいます。自己管理は真の所有権です。自己保管により
会社を必要とせずに物を売買したり移動したりできます。Web3 は現実世界で物を所有するのと同じようにデジタル物を所有できるようにすることを目的としています。インターネットでの自己管理。今日のインターネットでは自己管理は不可能です。私たちはデジタルのものを保持するために企業に依存しています。Facebook はあなたのソーシャルインタラクションと個人データを保持します。銀行があなたのお金を預かってくれます。ゲームはゲームアセットを保存します。Twitter はフォロワーを維持します。これには問題があります。移動の自由。私たちのデジタルものは真の所有者ではないため、簡単に移動することはできません。車を別の国に移動することはできますが、ウェブサイトやアプリではできません。例えば、Instagram と YouTube を使用するには、それぞれに異なるプロファイルが必要です。あなたのフォロワーや友人はあなたと一緒に来ませんし、あなたのコンテンツもそうではありません。これは、私たちがデジタルで作成したものを所有しているのではなく、企業が所有しているためです。信頼しすぎ。企業は私たちのデジタルものを所有しているため、私たちはそれらを信頼する必要があります。これは常に良いとは限りません。銀行はお金の使い方を制限でき、Google はアカウントを閉鎖でき、Facebook はあなたの発言を制限できます。誰かがこの会社のサーバーにアクセスできれば、あなたのお金、情報、接続、データを完全に制御できます。Web3 はどのように役立ちますか？ Web3 は、人々が自分のデジタルものを真に所有できる新世代のインターネットです。人々は自分のお金、アート、コンテンツ、データなどを管理することになります。おめでとう、あなたはこの新しい世界に最初に足を踏み入れた人の一人です。あなたはフロンティアにいます。あなたはすでに一つのデジタル資産を本当に所有しています、スウェット。次は何ですか？ Web3 は多くの新しくてエキサイティングで便利な製品につながります。うまくいけば最終的にすべてのインターネットが Web3 になります。これがどのように機能するかについては今後のレッスンで多くの例を使用して説明しますが、今のところこれを念頭に置いておいてください。Web3 は自己管理を通じて真のデジタル所有権を実現します。この場合、他の人が自分に代わって物を保持することを信頼する必要はありません。よくやった。このレッスンはこれで終了です。スウェットとは？スウェットとは？初めての Web3 アセット。あなたが真に所有する最初のデジタル Web3 資産は、トークンであるドルスウェットです。あなたはそれを完全にコントロールします。体を動かすことでため、スウェットウォレット、このアプリで使うことができます。あなたの動きの価値。資産としてのドルスウェットは、人間の身体の動きの価値を表します。体を動かすことには価値があります。なぜなら、動く人間はより健康で、幸せで、長生きし、より生産的だからです。これにより、医療費が削減され、経済規模が拡大します。誰もが勝つ。今すぐ行動して、もっと稼ぎましょう。毎日最初の5000歩が確認されます。ドルスウェットを生成すると、残りのステップでスウェットコインが生成されます。プレミアムのユーザーは、ドルスウェットに変換するための追加の1000ステップを確認できます。ドルスウェットは時間の経過とともにミントするのが難しくなるので、今すぐ移動してください。スウェットの使い方は？現在、ドルスウェットを使用して利息を獲得したり、報酬にアクセスしたりできます。グロージャーズ、貯蓄口座に入れるドルスウェットが多ければ多いほど、より良い報酬が得られます。すぐにスウェットヒーローゲームをプレイして NFT をアップグレードできるようになります。よくやった。このレッスンはこれで終了です。あなたの汗を育てる。あなたの汗を育てる。
成長する汗。ドルスウェットでできる最善のことの一つは、それを成長させてさらに獲得することです。つまり、一定期間ドルスウェット注射するとドルスウェットを獲得できます。普通預金と同じです。これを行うと、いくつかのクールな報酬にもアクセスできると言ったらどうでしょうか。非常に簡単、考える必要のない。最初のグロースジャーを作成する。開始する必要があるのは、成長に移動することだけです。タブを開き、次の方法でグロースジャーを作成します。1、ドルスウェットをロックする期間を選択する。2、最低10ドルスウェットからロックされていない残高の最高額までの金額を選択する。そして今確認するために、グロースジャーの作成を確認する前に、次のことをよく理解してください。1、ドルスウェットの原則と獲得利回りを受け取る日。2、あなたが受け取る利回りの量。3、いくつかの重要な詳細とリスクを綴った留意すべき重要事項を確認してください。出来上がり。他に何を知る必要がありますか？ 1、期間が終了する前に瓶のロックを解除して元金を引き出すことはできません。2、グロースジャーは完全にリスクがないわけではなく、資本利回りのすべてを取り戻せない可能性があるか、わずかな可能性があります。ドルスウェット価格は上下する可能性があります。3、暗号通貨の価値は変動し、ドルスウェットの価格は上下する可能性があります。どのように収量を生み出しますか？グロースジャーを作成することにより、ドルスウェットプリンシパルをスマートコントラクトに転送しますが、ロックされません。原則として、スウェットエコノミーは利回りを生み出す活動、レイ・ドルスウェットの貸し出し、二元本を使用できますが、現時点では、運用リスクを軽減し、商業活動からの利益を使用して利回りを生み出すことを選択しています。どのレベルの利回りを提供していますか？現在、グロースジャーズは、元本を喜んでコミットする期間に応じて、3つの異なる非常に魅力的な利回りレベルを提供しています。12ヶ月間の年率 12%、6ヶ月間の年率 6%、3ヶ月間年率 3%、12% が圧倒的に最も人気のある選択肢です。よくやった。このレッスンはこれで終了です。どうやって自己管理するの？どうやって自己管理するの？セルフカストディに役立つ財布をセルフカストディと呼びます。デジタル世界で物を所有するプロセスブロックチェーンとやり取りできるウォレットアプリケーションを通じて物を自己管理します。秘密のフレーズは制御するための鍵です。ウォレットは情報自体を保存するのではなく、アクセスできるようにするだけです。パスワードや鍵に似た秘密のフレーズを制御することでデジタル化されたものを管理します。警告の言葉。秘密のフレーズを安全に保つことは非常に重要です。誰かがあなたの秘密のフレーズを取得した場合、彼らはあなたのものを取得します。紛失すると持ち物も失います。このように現実世界で物を所有するのと非常によく似ています。それがなくなった場合、それはなくなりました。合言葉の変更合言葉は時々変更すると良いでしょう。パスワードと同じ。幸いなことに、これはスウェットウォレットで簡単に行うことができます。安全に保存し、決して共有しないようにしてください。よくやった。このレッスンはこれで終了です。はい、ということで、ここまでがね、ステップ1のクラスということで、まあ学びのところですね。で、この次がステップ2ということで、クイズがね、始まりますので、で、クイズはですね、まあ何度間違えてもやり直すことができますので、ぜひね、ご自身でまずやってみていただけたらと思います。で、まあやってみたけどね、やっぱり英語なのでわからないよとか、ね、はい、いう方のためにですね、ここからね、私がやった正解のスクリーンショットを共有しますので、ね、はい、ご自身でやりたいよという方は、ここでもう動画を止めちゃってください。で、
ね、ちょっとわからなかったんで、正解見たいよと、カンニングしたいよという方は、この後、はい、動画を引き続きご覧ください。はい、まずね、一つ目のコンテンツですね。私たちどうしてここにデジタル所有権ということで、はい、回答の方こんな感じです。で、ちょっとね、スクリーンショット、正解した時のスクリーンショット撮ればよかったんですけれども、ね、失敗しちゃって、雰囲気違いますけど、これが、この枠がついてるのが正解ですので、ね、上から2番目、1番上、1番上、上から3番目と、はい、いうことになります。これぜひね、スクリーンショット撮っていただいて、はい、ご自身の時にやっていただければと思います。はい。で、その次がスウェットとはということでね、はい、こちらは6問、ね、問題ありましたので、はい、2ページに分けて、はい、答え共有します。まずこれが1問目から3問目ですね。はい、この青い枠のところが正解になってます。はい。で、ごめんなさい、5問でしたね。6問って言いましたけど、5問でしたね。はい。で、4つ目これで、5つ目これですね。最後、このイラストが出ないので、はい、その前のスクリーンショットを載せてますので、はい、これを選べば正解になります。はい。で、コンテンツの3つ目、あなたの汗を育てるということで、こちらが6つですかね。はい。1問目、2問目、3問目と、はい。スクリーンショットを撮っていただいて、その次が、はい、こちらですね。5問目、あ、4問目、5問目、6問目です。はい。これで正解になりますので、はい。じゃあ、スクリーンショットを撮っていただいたら、はい。で、最後のコンテンツですね。どうやって自己管理するのと、ね、いうことで、こちらは、4問なので、はい、この画面だけで、はい、大丈夫だと思います。はい、スクリーンショット撮りましたかね。はい。はい、そしてね、全問正解すると、コングラチュレーションということで、You've earned 1 スウェット、1スウェットもらいましたよということで、ね、こういう画面出ますと。で、全部コンテンツ終了して正解すると、こんな感じでね、閉じちゃうので、で、復習はもちろんできます。復習できますけど、クイズはもう1回だけなので、ね、はい。こんな感じの画面になったらもう、はい、4スウェット獲得したということで、はい、終わりとなりますので、ぜひね、これだけで4スウェットもらえるので、ね、なかなか今、1スウェット稼ぐのに2500歩とか3000歩くらい歩かないともらえないので、これは結構でかいかなと思いますので、ぜひね、やってみてください。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。